この鋸山は海抜320m、千葉県の名山のうち随一と称され、音に聞く鋸山に来てみれば阿波と上総を引き分けに行けると謳われたそうですが、阿波と上総の国境をなしているところでございます。これより通過いたします支柱の高さは18メートルでございます。すっげー出てる。やだ、気持ち悪い。山頂の日本寺境内は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定の18章36景など数多くの秘境に富み、また洞窟内には五百羅漢と称される1553体の小石の仏が、さらには高く全長31メートルの日本最大の大仏も復元され、その他百尺観音、地獄のぞきのスリル、関八州、ツンツン二州を一望に収める十州一覧台の景観は多くの人々に称賛されているところでございます。正面に見えてまいります垂直な岩肌は、遠い昔より建築用石材として切り出された後ね、この石切りの歴史は山頂建物内の石切り資料コーナーに無料展示されておりますので、ぜひお立ち寄りください。この山は妙金山または羅漢山とも呼ばれ、この気候は遠く海上より冒険され高校の目標とさえなったと言われております。まもなく山頂駅でございます。どうぞ山頂食堂石切り資料コーナーをご利用くださいませ。本日地獄のぞき百尺観音とご遊覧になるお客様は3時までにお寺さんにご入場お願いいたします。地獄のぞき百尺観音等がございます日本寺さんというお寺は入り口で、3時に入場規制がかかります。ご遊覧希望のお客様は3時までにお寺さんの中にご入場お願いいたします。お寺さんの入り口まで歩いて10分ほどかかります。ご乗車くださいましてありがとうございました。お降りの際、足元にお気をつけください。